世の中にあまたある都市伝説や気になる事象を紹介する諸説ありますのお時間です。さあということで、はい、今回話していくのは伊勢神宮で起こった闇深い事件、こちらです。怖そうなんですけど。これ怖いですね。なんか結構センシティブなんじゃんっていう伊勢神宮っていうのがね、ドキッとする。まあ伊勢神宮がすごい神社だっていうのはもうみんな知ってると思うんですけども、はい、日本におよそ8万8千あると言われている、はい、神社なんですけども、その中でも別格と言われてるのが伊勢神宮。ね、ご神体が三種の神器、聞いたことあるでしょ、はいはい、三種の神器の一つである八田の鏡で、歴史的にも天皇や、朝廷と深い結びつきがあると言われています。そんな日本の最重要地伊勢神宮で起こってしまった事件を今日はいくつか紹介していきたいと思います。はい、まあ、記憶に新しいのでいきますと、今年ですね、2023年1月4日、はい、岸田総理が伊勢神宮に訪問するという際に、伊勢神宮の外宮の近くで爆竹が爆破するという事件が、そんなあったっけ。はい、ありました、ありました。これめちゃくちゃニュースになりましたよ。そっか。でこの爆なんで知らんねん。もう一回撮り直してごめんなさい、ごめんなさい、めちゃくちゃ恥ずかしいんだけど。めちゃくちゃ有名やん。世の中にあまたある。そっからやらへんやらへん、最悪かも。やらへん、わー恥ずかしい。知らなかった人よ。ニュース見てないのばっか。ニュース見てない人、知らなかった人。ちなみに、はい、いいですか、この爆竹、次元式で爆発するような仕掛けされてたんですけども、爆発したのが総理が来る約40分前ということで、まあ、怪我人はいませんでした。ただ確実に総理を狙ったものだとして、まあ、捜査されてるんですけど、まだ犯人は見つかってない。はい、そして、遡ります、はい、1975年、わ、だいぶ遡りました。はい、9月15日に、境内で起こった風日の実の宮放火事件。放火、まあ、これはですね、伊勢神宮の内宮の境内で起こったんですけども、はい、境内にある14所あるうちの一つの別宮、うん、ほうほう、うん、こちらが、風日の実の宮っていうんですけども、風日の実の宮、なんか一個多いやお言葉ですがね。お言葉ですが、そうですね、なんか一個多い、なんか一個多いよな、うん、減らせる気はします。みなのかのーなのかその両方なのか分からないけどちょっと多いです。風日の実の宮っていうね、うん、が燃えてるのを、これ参拝客が発見して、はい、で門が、反焼するっていう事件が起こったんですけども、もう一体なんでじゃあこれ放火されたのかっていうことなんですけど、これは岸田総理の時とも少し、共通するんですけど、はい、この伊勢神宮において何か事件が起こるっていうのは、一種日本の暗部が取り巻くものとなってるんですよ。ん、日本の暗部が取り巻くもの、どういうこと。このね、1975年の9月っていうのは一体何があった年かっていうと、はいはい、日米交流史上初めて、だから戦後ですね、はい、初めて天皇皇后両陛下がアメリカを訪れる年なんですよ。おお、へえ。その天皇がアメリカに行くっていうことを許せない日本人たちがいるんですよ。なるほどね。うん、それをこう放火という行為で表現した。そうです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 。そういうテロリストの犯行で、放火を起こしたとされてます。で現にその放火された現場付近からはアジア人民の決裁にかけて、天皇訪米絶対阻止、共産主義者同盟戦記派と書かれた、絶対そうなんだもん、ビラがもパッと巻かれてたっていう、まあだから日本が何か大きなことをしようとした時とかに、はいはい、またこの考え方ですけども、日本国というものが何かしら怪我されるという感覚に
落ち入った時にそういう考え方を持つ人たちがその伊勢神宮で何か事件を起こすっていう。なるほどね、うん、あでちなみにこれもちょっと不思議なんですけど、はい、まあ、伊勢神宮って言ったら、まあ、さっきも言いましたけども、はい、日本を代表する神宮なわけですよね、うん、で天皇家朝廷との結びつきがすごく強い、はい、うん、でなんでかっていうと伊勢神宮は日本において天皇家の祖とされる神天照大神を祀る神宮なんですよ、はい、だから天皇家にとっても特別な神宮なんですよね。で第二次世界大戦後、まあ、天皇は象徴、日本の象徴シンボルとなったんですけども、もちろんそれを良ししないという動きもありまして、その思想を持った人たちが時として過激派として事件をまあ起こすんですけども、ちなみになんですけども、はい、歴代天皇、はい、うん、が伊勢神宮を訪れたのは、この伊勢神宮ができてどれぐらいの時だと思います。ええ天皇家の祖が祀ま、天皇家の祖が、祀られていて天皇家朝廷とすごく結びつきが強い、はいはい、伊勢神宮に天皇が行ったのは伊勢神宮ができてどれぐらい。伊勢神宮でいつからあんの。え、もう最初から1年目が普通よね、うんうん、できました、うんうん、じゃあ行きましょうって、うんうん、その当時の天皇が行く、うん、違います。違う。2000年後。全然来なかったじゃん。伊勢神宮が創建されて2000年が経った1869年明治2年に明治天皇が初めて行ったとされています。へー。それまでの122代天皇にして初参拝なんですよ。なんで。不思議でしょ不思議でしょ。へー。めちゃくちゃ不思議なんですよ。これなんでそんなことになってんのと、うん、歴代天皇ってどういう歴史だったの、うんうん、そういうこと知りたい方はぜひトゥーランドブログ見てめちゃくちゃ考察してくれてますめちゃくちゃ面白い。トゥーランドブログさん毎日見てます。諸説はもう風船おじいさんぐらいしかやらないポップでライトのやつしかやってません。めちゃくちゃ見てます。あ、トゥーランド Vlog を失礼失礼。本当に見てます。めっちゃ見てるって今すごい失礼でしたよ。おー、なんかあと注意できなかった私も失礼でしたそう二人とも失礼でしたよ。今愛知県の人なんですよね。そうですよ。大須ね、お店ありますから。めっちゃ見てます読み方はちょっと間違えてましたけど、ね、いろんな考察すごい、ね、あれどうやってるんですか教えてください。動画内でこびるんですか、はい、我々ラジオとかもやってるんで、ね、ぜひ出てくださいお願いします。お待ちしてます。お願いします。どうかトゥーランド Vlog さん見てくださいこれ届くかなこの声さあ、そしてその明治20年にまた遡るんですけども、はい、伊勢神宮を取り巻くこんな大事件が勃発します。伊勢神宮不敬暗殺事件。へえ、はい、明治20年、1889年の2月11日大日本帝国憲法発布の式典に参加しようとしていた日本初の文部大臣、うんうん、森有礼が、うん、国粋主義者の西野文太郎に、刺され死亡するっていう事件が起こるんですよ。亡くなっちゃったんですね、はい、でこれも、伊勢神宮にまつわる事件として非常に有名な事件なんですが、ある日の新聞にですねこんな文面が載ったんですよ。まあ、ざっくり言うと、とある大臣が、うん、とある大臣が伊勢神宮に訪れた際に土足厳禁の、拝殿に靴を脱がずに上がり、でさらにですねすだれをステッキでこうピュッと乗せて中を見るっていう振る舞いに及んだっていうような内容が書かれたんですよ。なるほど。俺はもう伊勢神宮に対する不敬だと許せないと、うん、そんなことは絶対ダメだっていうことで、伊勢神宮に対する不敬っていうのはもう天皇に対する不敬だとなるわけですよ。でこの行為に及ぶ大臣、これ実は森有礼かどうかはわからないんですよ。え、とある大臣っていう書かれ方なんですよ。だけど
当時、この森有則っていうのはイギリスとかアメリカの留学経験があって、まあ、当時としてはかなりハイカラな人だったんですよ。はいはいはい。でもあいつやろと。ステッキ持ってるのあいつしかおらんやんってこと。そうそうそう。土足でなんか欧米っぽい文化やな、土足で行って、ね、でステッキでみたいな、もう絶対あいつやっていうことで、はいはい、殺されるっていう予想で。そうですそうです。だから実際まだ未だに分かってなくて、一部ではメディアが生んだ冤罪殺人とも言われている事件なんですよ。だからまあ伊勢神宮で何かが起こる時っていうのは、日本国内で大きく何かが起こってる時なんですよ。そういう動きっていうのはきっとこれからもあるんですよ、うん、え、そんなことしちゃうの、日本そんなこと許してしまうのっていう、そういう時に伊勢神宮で一体どんなことが起こるのかっていうのは、まあちょっと注意して、見ていただきたいかなという感じですね、はい。まあ、あの伊勢神宮を取り巻く日本の伝統文化っていうのは、まあ非常にややこしく絡み合ってますんで、まあ今日話したことは全て諸説あるうちの一つだということにしておいていただけると幸いです、はい。で、他にももっと詳しく知りたいよという方はぜひね、トゥーランド Vlog を見ていただければと思います、はい。それしかありません。何見てるんですか、こんなん見なくていいんです。トゥーランド Vlog を見てください。概要欄に貼っときますなんですぐにトゥーランド Vlog に行ってください勝手に、はい、一方的に、はい、ファンです